はい、タンタンです。今日はこちらですね、ハワイ買い付け品、カマカのホワイトラベル機のソプラノサイズですね。こちらの方をご紹介したいと思います。まあ、なかなか綺麗な状態で、トップもね、こうもうちょっと角度によるんですけれども、結構意外とこうフレームが出てる。そしてサイドもこれまた角度によってすごい見え方が違うんですが、結構ねフィギュアドって言って、ちょっと一周しますね。写真の方がもしかしたら写ってるかもしれないですけども、こうすごくうねった感じの、こういうな感じで全体に入っているという雰囲気です。そしてバックですね。バックは比較的プレーンな感じですね。日本のこのラインがすごい特徴的な感じです。さらにはネックはこんな雰囲気で、ちょっとここを見てもらって分かるとちょっと黒っぽい感じの木の木目の部分があるんですけれども、ヘッド側を見るとですね、両サイドにその黒い部分がちょうど配置されるような感じになってまして、ちょっとサンバースト仕上げっぽい雰囲気になってると。なかなかあんまり見ないこう仕様になっているので、結構かっこいい雰囲気かなと。さらには状態が結構いいですね。これはね、結構というかかなりいいんじゃないでしょうか。70年代の後半ぐらいのスペックじゃないかなと思いますけれども、非常に状態の良い一本になってますね。音の方もすごく、非常にコロコロした雰囲気でね、ちょっと優しい感じの音で、響きもねすごく全体的にこうこの辺の音もね、カラッとした感じももちろんあるんですけれども、若干丸めな雰囲気の音色でも、あんまりこう尖った感じのね雰囲気ではない、枯れた感じというんでしょうか、そんな雰囲気で、非常にこう弾いてて心地よい雰囲気じゃないかなと思いますね。そんなにこれまでねすごく使ってきたという感じでは多分ないと思うんですよね。まあ、多少指板のこう汚れとかはありますけれども、かなり大事に使ってきたんじゃないかなと思いますので、これからまたさらに鳴らしてあげると、より良いのかなと思います。はい、こんな感じですね。ということで、こちらカマカのホワイトラベルの、70年代ものですね、こちらの方販売開始いたします。ちなみに今回ハワイ買い付けのものなんですけれども、こちらはですね、うちの管理番号の方がこちらが 5-59 番という形になっておりますので、こちら答え気になった方は 5-59 のカマカホワイトラベルと言っていただければこちらの方でも分かりますので、ぜひお早めのお問い合わせをお待ちしております。それではタンタンでした。